トーマス・ウェードサー・トーマス・フランシス・ウェードは、イギリスの外交官、中国語と中国学の研究者。中国名は、イアスシメ。ロンドン出身。アヘン戦争に参戦するため、1842年に、第98連隊の士官として、香港に到着。1845年、香港最高法院の関東語通訳となった。1852年、上海副領事となった。 太平天国の乱によって清朝は上海の税関を管理する能力を失ったため、1854年にイギリス、アメリカ、フランスは税関の管理権を接収し、ウェードが上海海関税務士となった。1866年2月、イギリスの中心公使館の賛辞となっていたウェードは、公使のラザ・フォード・オールコックを通じて、総理各国事務画門に審議役論を提出し、 政治制度の改革を要望した。1869年から1882年まで、中心講師を務め、在任中の1874年10月、日本軍の台湾出兵の後の事後処理で、日本側全県、大久保利道と中国、側全県共振農疫県の間の仲介に入った。また1876年には、マーガリ事件を理由に成長に迫って、 芝生条約を結ばせて、イギリスの権益を拡大した。1883年、イギリスに帰国。3年後に、ケンブリッジ大学に中国語の蔵書4304冊を寄贈した。1888年、ケンブリッジ大学の初代中国学主任教授となった。1895年に没するまでその職にあった。 ウェードは1859年に香港で広津録を出版して以来中国語教科書の編纂に努力した。ウェードの最も知られた著作は北京語の教科書語源辞治集である。1867年に初版1886年に第2版1903年に第3版が出版された。民末や19世紀のロバート・モリソン以来の 宣教師による緩和教科書が南京緩和を主体としていたのに対し、ウェードは北京方言の教科書を作った。同じ1867年に文献時事集も出版している。これらの教科書に使われているラテン文字による北京語表記はウェード式と呼ばれる。この方式は後にハーバート・ジャイルズの開エ辞典でも使われた。 1889年にナイトグランドクロスを授与された。ありがとうございます。